皆さんこんにちは、ムチョと申します。今日は生産牧場リーディングについて語っていきたいと思っております。いやー、これもですね、また伸びている牧場さんとか、そしてどれだけ社代経営が強いのかっていうのを測る上でですね、非常に参考になる数値となっております。まあもう見れば明らかなんですけれども、ノーザンファームがねダントツで1位という数値になっております。この賞金だけで言うとね、2位の社代ファームと100億円以上の差がついたと、もうとんでもないことになってますよね。で、いつからノーザンファームが1位になったのかって言いますと、今年で11年連続となったっていうことで、2011年、オルフェーブルが参加を取った年なんかはですね、社代ファームさんがまだトップだったんですよね。で、この次の年からノーザンファームの時代が始まったという感じですね。その賞金という面で見てもまだね接戦という感じで、10億円もつかないくらいの差だったんですけれども、それがですね2014年あたりから結構差がつき始めた感じですね。まあ JRA の G1 の賞金とかもね上がったっていうところも影響あるんでしょうけれども、まあただそれだけじゃない、何かその生産とか育成、そして繁殖の質が上がったっていう要素はね間違いなかったんじゃないかなって私は見てますよね。で、どんどんですね、この賞金っていうのの差が広がっていって、16年には70億円、そして19年にはついに100億円の差をつけたと。まあただですね、確かにノーザンファームが一強っていうのはもうこの数値からね明らかになりつつあるところではあるんですけれども、まあ、やっぱりその社代系牧場っていう括りで見ると、もうこの2強というか、もう白老ファーム含めると3強の時代っていうのがこれだけね長く続いている状況が当たり前になってるって、私はねやっぱ改めて考えると凄まじいことだなって思うんですよね。やっぱりこの3つとか、そして大桶ファームさんとかはいろんな意味でつながりのある牧場で、自分のねスタリオンにいる諸場っていうのは、まあある意味選び放題っていうところも他の牧場に比べると当然あったりするわけじゃないですか。まあそう考えるとですね、いやー、まあなかなかにここの系統を抜くっていうのは、まあ他牧場さんにとってはね本当難しいなって思ってくるわけですよね。で、まあ今回はねそういったところも含みつつ、その社代系のね強さというか数的なところもちょっと見ていきたいなって思っております。まあ、ただその本題に入っていく前に、今ね一番盛り上がってる牧場さんっていうのをちょっと紹介したくてですね、まあご覧の通り近6年っていうのはこの3つのね社代系牧場が独占状態ではあるんですけれども、明らかに上り上司に来ているのがノースシルズさんですよね。2016年17年まではトップ10にも入ってなかったんですけど、18年には9位に、そして7位、20年には4位と社代系を抜けるっていうくらいまで上がってきたと。で、これっていうのはですね、ここから本題に入っていくんですけど、数値的に見てもやっぱりその数っていうのが揃ってくれば大いにねトップ3に入ってくる要素っていうのはノースシリーズさん揃ってるんですよね。これ先ほどのデータを抜粋して勝率とかをね加えたものになるんですけれども、まあ、確かにノーザンファームさんとかの数値っていうのはね率的に言っても抜けてはいるものの、重症の勝率で言うとですねノースシリーズさん上回っていたりします。で、その数で言ってもですね、三島牧場さんと並んで社代系以外ではトップの数値となっていて、白湯ファームさんよりはね多いと。まあ三島牧場さんは結構ノーザンさんの育成バーとかもねダノンキングリー含めいましたんで、完全にね自分の牧場で生産育成してレースに出走してっていう牧場さんでいうと、やっぱりノースシルズさんの勢いっていうのはすごいなっていうのを感じるところありますよね。前田さんが出している世界の馬を作るっていうね本を読ませていただいたんですけれども、本当にね熱い方で、いやぜひね読んでいただきたい。まあ、ただそこでおっしゃってたのは、本当にね徐々に大きくしていくと、一気に頭数とかもね増やさないっていうところもあって、また敷地とかもそうだと思うんですけど、だからこそこうちょっとずつ上がってるっていう段階なんでしょうね。ただそれがね積み重なってくれば、いつかはねもう本当社代系の間に割って入ってくる存在になってくるんじゃないかなと見てますね。で、まあ他の数値でもちょっといろいろと遊んでいきますと、芝全体の勝率で見るとある程度数あると
ところで言うとやっぱ三島牧場さんとかが強かったりするんですよね。なかなか特徴的な数値かなとは思いますね。一方ダートの勝率で見るともちろんノーザンファームっていうのは高いんですけれども、車台系っていう意味では大桶ファームさんの方が微妙に高いんですよね。まあ出走頭数とかもがっつり多いっていうところからもね、まあ一概にいいとか悪いっていうものではないんですけど、まあちょっと大桶ファームさんのダート適性っていうのは注目しておいていいのかなと。でダーレさんもやはりね、芝の短距離も強かったり、あとはダートっていうのにはいいところを見せていると。やっぱりね、海外の勝負は多く共有しているっていうところからもね、ダートに関してはやっぱ負けず劣らずなところありますよね。ダーレさんは全体の副勝率的に見ても、私が理想とするその勝率 10% 副勝率 30% っていうのを超えてまして、さすがのね、世界レベルの牧場さんだなっていうのは感じさせますよね。で、まあ、ちょっとここからですね、その車台系の強さっていうのをちょっと私なりにね、話させてもらいたいなって思うんですけど、まあやっぱりですね、まず単純にすごく頭数が多いっていうのは明らかに感じると思うんですよね、この数値から。だってダートはもちろんですけど、芝のね、出走回数なんかも他牧場の1000回以上多いわけですよね。ここで思い出してほしいのがね、ノーザンファームのクラブ馬とかって出走回数すごく少ないっていうイメージあると思うんですよね。特に上位の馬たちっていうのは使い分けをねせざるを得ない状況にもなってるぐらいですよね。それにもかかわらずこんだけね出走回数が飛び抜けてるっていうのは、もう頭数がね段違いすぎるからっていうのをね、まあ、私はすごく感じさせるかなって思うんですよね。先ほどのデータに戻って、この芝のね出走回数っていうのもちょっと注目していただきたくて、今ね3709回となってましたが、それこそ2011年は車台さんの方がね2990回でノーザンファームよりも500回以上多かったと。それが徐々にその差っていうのを詰めていきまして、2013年にはもう1回差でノーザンファームさんが上回って、で賞金と同様この島の出走回数っていうのがね、どん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 差が開いていくと。でどれだけねのペースで頭数増えていってるのかっていうのを見るために、この年齢別のねノーザンファーム生産頭数っていうのを見ていただきたいんですけど、21年さんが578頭生まれてるんですけど、これ一つ前の世代が553頭なんですよね。もうつまり1年でもう20頭以上増えていると。でその前が562頭と、まあここはその受胎不受胎の率的なところも多少関係したところはあるのかなと。エフォーリアの世代ってなってくると527頭まで落ちてきますからね、まあ、落ちてくるというか、ですからここから数年でやっぱりね何十頭か増えてるのは明らかにあると思う。エイパパレの世代になると503頭、クロノジェニスの世代なんかは478頭まで数値は減ってくると。ですからだいたい5年ぐらいでこの生産だけ見ると、まあ、100頭以上増えているっていうことになりますよね。いやーもうですね、このペースっていうのはもう明らかにノーザンファームだけと言ってもいいぐらいハイペースなんですよね。ちなみに車台ファームさんは同じカレンブーケドール世代が391頭だったのに対して、21年さんは379頭と、まあ、むしろ減っていたりもするわけですよね。で、もう一個ですね、私がノーザンファーム強い要素の一つとして知っておきたいのがですね、外国繁殖牝馬の割合ですよね。まあ、頭数でもいいんですけど、この母父の名前で相当した時に、英語になってる馬っていうのは基本的に、まあ、海外からの繁殖牝馬とか、まあ、もしくはその持ち込みした時に受胎していた馬っていうのが多いと思うんですけど、これがですね、この A から始まる Z までの馬たちがもう全くもって途切れないというか、もう余裕でね100頭なんかを超えてくるわけですよ。これってやっぱ冷静に考えて半端なさすぎますよね。だって100頭以上海外から輸入してるって1頭だけでもね結構なお金がかかるっていうのは聞いたことあると思うんですよね。もう140超えてもまだありますからね。まあ、基本的にノーザンファームさんはあんまりその日本の繁殖牝馬を海外に持っていって体温付けしているっていうのはあんまり聞いてないんでね、日本に導入したらあくまでその持ち込み馬だけが外国の商売で、他はね、まあ、サンデー系とかしっかりつけてると思うん でようやくね202頭ですかね、母父が外国種牡馬で、まあ、おそらく輸入された繁殖牝馬の数っていうのが、いやーちょっとすごい数値だと私は思いますけどね。約生産頭数のうちの4割弱くらいですか。やっぱここがね車
場井系さんの強さ全体のグループ傾向で言えるところかなっていうのはありますよね。もちろん頭数自体は坊山さんよりは減りますけど、社大ファームさんも122頭ですかね、まあ、何度も言うようにその持ち込み馬とか、ただ単純にね産駒を輸入しただけっていうパターンもあるんですけど、まあ、どれだけねこの海外繁殖っていうのに注力してるかが分かるかなと。これがですね日高の牧場さんってなってくると、まあ方針の違いとかもちろんあるんですけど、あれだけ揃えている牧場さんっていうのはほぼないですよね。岡田スタッドさんなんかは結果を出している牧場さんではありますけど、96頭生産のうちこのハーチ外国乗馬になっている馬は12頭ぐらいですかね、まあ、大体1割ちょいくらいですから、まあもちろんね岡田里さんも結果を出している牧場さんですので、一概にその外国繁殖の差が出ているっていうのは言うことはできないんですけれども、まあとはいえね、あのタイトルホルダーやメロディーでも出しているメーベという馬もやっぱハーチモチベーターで海外から導入した牝馬ですからね、まあ現役時代も走った馬ではありましたけれども、元々の導入の目的っていうのはある程度ね繁殖としての期待もあったからこそっていうところはあったでしょうからね。ただそれを積極的にもう社大系みたいに何百頭とするのはやっぱりね費用的な面だったり、あとは一発あるかないか的な要素も多少なくはないんでね、まあやっぱり難しいことですよね。まあただやっぱりそういった意味でもノーシルズさんなんかは生産頭数自体はね51頭とかなんですけど、海外繁殖の割合でいうとかなりのね数占めていて、まあそれこそ4割を超えるくらい、もう社大系に負けず劣らずな割合にはなっているんでね、これが規模拡大すればさらに成績上がってきそうだなとかっていうのは、まあ、感じられたりするのかなとは思いますよね。まあこれまでも動画で海外繁殖牝馬セールの動画語ってきましたけど、まあ基本的にはやっぱりですねそこでリスクを取ってというか、まあ世界レベルの牝馬を購入するっていうのは、まあ少なくともその日本で普通のね繁殖牝馬を供養していくよりは、まあ、成績で安い傾向っていうのは、まあ、間違いなくあるっていうのは今のリーディングを見ていても思うところですね。まあそれの極みがもうノーザンファームさんっていうのは今回分かっていただけたかなと思います。もう全体の生産頭数も多いですけど、海外の繁殖牝馬の割合もめちゃめちゃ高いし、それらの実績っていうのももう300万トルとかね買っていたりしましたけど、もうさらに上がってる状況である。とだからこそねノーザンファーム繁殖牝馬セールとかに出てくる馬っていうのも逆に多くなって、日高にね日本の良血馬たちっていうのがどんどん広がっていく今の状況であると。まあ明らかに日本の競馬の底上げっていうのにもねノーザンファームさんは貢献するのは間違いないと思いますよね。泣く泣く手放すっていうパターンがどうしても出てくると思うんで、まあただそれもねもうノーザンファームの全体の頭数自体もガンガン増やしている状況ですんで、もう出さなくてもうちで持っててもいいかっていう風なね感じになってもおかしくない勢いではあるのかなと思ったりもしましたね。まあ今はですねレイクビラファームさんにしても追い分けファームさんにしても、まあさらなるね成長、そして積極的な海外繁殖の導入とかも進めてますから、今後はさらにね社大系の地盤っていうのがしっかりしてくるのかなっていう予感もねしなくはないところでね、まあここからねこの当たり前になっている状況を覆すためには、やっぱサンデーサイレンスみたいなね勝負馬を当てるっていうのがねまずは重要になってくるのかなとは思うんですけれども、まあそれっていうのはやっぱり100年に1回あるかないかっていうのはね実際あるところではありますんで、ただねやっぱ諦めてないっていうのはね最近の導入を見ててもすごく感じるところですので、これからもですねその生産牧場間の熱い戦いっていうのにねぜひとも注目していただければと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。